さて、どうしたものか。戻って取り押さえますか？それもいいが。相手の装備や正体もわからない以上、下手に手を出すのは避けたい。確かにそうですね。仕方ない、こうなった以上先にカードキーを作って、最下層に行き、本部の応援を待とう。お前は、先に倉庫に戻って奴を見張っていてくれ。了解。我々は914に向かう。いいか、わかってると思うが、この先は奴がいる可能性がある。奴の顔を見ないように気をつけろ。はい、わかってます。聞こえたか？はい。下を向いて、一気に通り抜けるぞ。了解です。やつは？まっすぐ行って、右に行った。その方向って？ああ、倉庫 A1 だな。どうしますか？もし仮にそこだとしたら。できることは何もない。目的の遂行を優先しよう。わかりました。よし、ここだな。私が見張っている、やってくれ。わかりました。よし、うまくいった。できたか？はい。レベル4になりました。よし、じゃあ行くとしよう。あれも、エヴァンの仕業だとしたら。その可能性は十分ありますね。とにかく気をつけろ、まだこの辺りに096がいるかもしれない。そうですね。ドアまで吹き飛ばされてる。なんて力だ。声は、しないな。とりあえず奴はいないみたいだが。念のため、私が先に入る。合図したら入ってきてくれ。ああ。クリアだ。いいぞ。ああ、ひどい。096が来たのは、やはりここだったか。とりあえず、被害者の確認だ。ああ、なんて無残なんだ。でも、一体どうしてここに？ D クラスの死体が一つ見当たらないな。あの老人か。どうだ？やはりエヴァンはいません。それから、D クラスも一人いなくなってます。そうか。それはもう仕方ない。放っておこう。警備員も全滅だ。やはりエヴァンがこの惨状を。それから、なぜここに096が来たかわかったぞ。なぜです？これを見てくれ。これは、096がいた通路だ。そうだ。ここは映さないように命令していたが。おそらくはエヴァンが隙を見て画面に出したのだろうな。それを見た警備員が。ああ、
だろうな。おそらく生存者は君と私に、エヴァンだけだろうが。最下層に向かおう。そうですね。いるとすれば奴もそこにいるはず。管理官曰く、何かをしようとしている。止めなくては。そうですね。よし、行くぞ。それにしても、奴は何を？地下には一体何が？わからない。あそこは何年も使われず、立ち入りも禁止されている場所だからな。何があってもおかしくない。が、エヴァンが敵なのは明確だろう。奴が何をしようとしているか突き止めなくては。エヴァン、嘘だろ？お前が、一体何のために？ここが、最下層。長年使われていない割には、綺麗だな。そうですね。しっかりした作りだ。あそこだ。開けてくれ。施設の下にこんなところがあったなんて。ああ、私も見たのは初めてだ。さあ、司令室へ向かおう。おそらくこの先だ。この区画はいつできたんですか？正確にはわからないが、私が来る何十年も前からあったらしい。何のために作られたかもわからないが。ここ、ですかね。そうみたいだな。この先は？わからないな。飽きませんね。とりあえず、先に司令室へ入ろう。ここだな。早速、連絡を取ってみよう。こちらサイト107。収容違反発生。応答願う、以上。サイト107。異常発生、応答願う。誰でもいい。頼む。ダメ、みたいですね。ああ、連絡は繋がらないが。少し調べているうちに、面白いものを見つけた。この施設の見取り図のようだ。これを見てくれ。どうやらこの先に収容室があるようだ。そしてその隣には荷物用エレベーターがある。もしかしたらそこから脱出できるかもしれない。でもドアはロックがかかってましたよ。ここから制御できそうだ。開けるぞ。よし、開いたな。行くぞ。エヴァンもこの先だろう。奴が何を企んでいるかはわからないが、財団の敵である以上、我々が阻止しなければならない。覚悟はいいか？はい、できています。よし、行こう。開けてくれ。気をつけろ。いいぞ。ここは、一体？わからないな。何か、液体を入れるコンテナのように見えるが。長年使われていないようだが、電気もしっかりと通っているし、老朽化しているわけでもない。本当に、一体何のためにこんなものが。
指令室で見た見取り図によると、この先だ。この先に、収容室と、エレベーターがある。さあ、行くぞ。奴が何をしているか、突き止めるんだ。